はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバッタルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、私こんがり昨日ですね、生放送を行いまして、100万公演あったものがね、なんと生放送終わりには32公演までね減ってしまって、まあ、破産したわけですけれども、まあ、なんとかですね、まあ、金策、まあ、インポスター主にやってね、ここまでね、復活させたんですが、まあ、ちょっとお金がね、なさすぎるんで、まあ、今回ね、もうお金がないなりに、まあ、H416 をね、使っていきたいなってことで、作ってまいりました。はい。もうちょっとネタバレしてしまったんですけど、この武器ね、実は、H416 なんですよ。はい。まあ、この武器使ってね、無双してくださいっていうリクエストもあったんですけれども、これですね、なんと、お値段。7万円。高すぎる。バカタレです。はい。ちょっと何これ、本当に嫌なんですけど、ちょっとさ、今ね、本当に、全ロスしちゃいけない時期なんですよ。はい。もうこれ全ロスしたらさ、次の装備が買えないところまで来ちゃってるんで、マジで負けられない戦いがあります。はい。ということでね、ちょっといろいろとね、なんだろうな、突っ込みどころ満載というか、はい。まずね、サイト、これフルサイト載ってるんですけど、これだけで戦うものじゃないよな、これって、そもそも。この上にさ、サイト載せるものじゃないですか。なんでこれだけなんだよ。で、しかもマズルもね、なんかこのアダプターだけつけてさ、この先端何もつけないっていうさ、よくわかんない。中途半端なんですよね。で、ハンドガードもね、フォアグリップつけないし、で、ストックなんか M16 だし、ボルトハンドルはまあよくわからないんですけど、マガジン、10連マガジンだし、はい。せめてね、60連マガジンであれば可能性はあった。なんなら20連でもいい。はい。もう俺そんなにね贅沢言わないから、60連じゃなくて20連でもいい。だってこれ10連とさ20連って変わんないんですよ。これ特にあの値段も全然変わんないじゃないですか。だからこれ20連の方がね絶対にいいんですけど、まあなんかリクエストに届いたね、画像はこれだったので10連マガジンでやっていこうと思います。はい。まあ基本ステータス見ていきましょうか。垂直61の水平32で、エルゴノミが74で精度41、腰打ち安定度71の有効射程60ですね。追加ステータスなんてものはもちろんないってことでですね、今回はね、こちらのようわからんキメラ型変態カスタム H416 を使ってね、敵しばいていこうと思います。はい、ということでね、早速射撃場にやってまいりましたので、まずは撃っていきたいと思うんですが、こんな感じよ。見てください、このさ、サイトの醜さ。これ撃ったらね、だいぶ下だな。マジか。ちょっと待ってくれ。ここが真ん中じゃないの？違うね。あー、これ。いや、もう無理だろ、これ、普通に。嘘でしょ。ちょっと待ってください。びっくりしちゃった。これ真ん中じゃないんだわ、これが。これ要注意ですね。じゃあこんな感じでノンリコイル行ってきますか。まあただ、全然扱えるかもしんない。意外となんか素直っていうか、まあ10連だからさ、まあそもそもって感じだよね。いや、これ、マジか。これ腰打ちしか無理な気がしてきたわ。これ腰打ちですね、多分。ADS したらダメかもしんないと思ったけど、腰打ちもダメかもしんない。こんなんで勝てるんか。腰打ち一応71ありますけれども、いやー、これは厳しいわ、本当に。まあでもやれるか。やれるっちゃやれるか。うん。まあ、やるしかねえんだよな、普通に。ちょっと待ってください。もうわからん。どこに当たって溶けてるのか全くわかんないけど、この辺狙って、まあいい感じかな。うん。頭狙ってもこれ絶対頭当たってないので、頭にエイム合わせて、まあやっと胸ですかね。ちょっとよくわかりませんが。はい。まあということで、まあ今回ね、AP 弾ぶち込んでますので、まあ、やれるんじゃないかな。まあ、結局、弾ゲーなんですよ、このゲームっていうのは。はい。まあ、だから、まあ、弾をね、しっかりしてれば、まあ、やれると思いますんで、まあ、1枚しばいて、まあ、そのね、しばいたやつから武器分取って、この H416 はね、もう封印したいと思います。はい、ということでですね、秒速15cmでマッティングしました。対戦よろしくお願いします。いや、さすがにですね、ソロっていうのは怖すぎたので、野良の方とね、一緒にやっていこうと思うんですが、いや、かわいそうだよな。この野良の方たちにはね、本当に申し訳ないわ。こんな装備でね、一緒にマッチングしてしまって。これ相当害悪ですよ。本当に。もうね、ハイエナよりもね、ムカつくかもしれない。まあ、そんなことはないんですが。
いや、これがさ、味方にいたらどう思うよ。絶望でしょうね。はい。もう僕だったらね、まあ嬉しいんですけど、なんか、変態カスタムの人とね、なんか組めたらなんかちょっと嬉しい気持ちになるんですが、僕は。ただそれも希少種だと思いますので、まあとりあえずですね、まあこんな感じでやっていきましょうか。なんか野良の方もすごいな。裸に M110。尖ってるね、みんなやっぱり。やっぱ尖ってていいのか。このメンタルブレイクアウトっていうのは。とりあえずまあ初動ね、鎮痛剤パクパクタイムやっていきますが、いやーこれ通信局から来るかな、わかんねえな。ワンチャン来るかもしんない。いやー怖いですね。まあとりあえずね、味方についていきましょう。まずはこれ味方との連携絶対に大事になってくるから。さあ4番選手も SVDS か。まあ遠距離ですね。はい、やっぱりね、警告っていうのは遠距離ゲーなんですよね、結局ね。昨日生放送でね、警告封鎖区ばっかりやってましたが、もうマジでね、11回やって1回しか帰れないっていうね。あいつらなんだ？は？なんか来てるな。あれなんか目の前来てない？え、いるぞ。ちょ、待て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 。来てるでしょ、これ絶対。これちょっとまずいって普通に。この辺いないか？ちょ、ワンチャン来るんじゃないか、これ。なんか来そう。うわぁ、これ待ってくれよ。俺この H416 じゃなかったら絶対しばけてたのに。最悪案件。ちょ、待て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 。もう足音チッカー。お、やばいってこれ普通に。これ絶対人だよな、この感じ。ちょ、待ってください。あ、来た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 。なんかいるわ。はい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 。やったぜ！まずは1枚ファーストキル！こういうこと！やめんじゃねえぞ、やめんじゃ。ふざけんな、マジで。おれ！はい、まずはね、1枚やりました。ここで1枚やって、で、こっからですね、この人の防具取ってあげて、で、バッグも分取ってあげて、こういうことなんですよ。はい、来た！ちょ、まず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 い。とりあえず、この武器に変えましょう。敵の武器をもらうってわけよ。これがメンタルブレイクアウトの戦い方な。ちょ、マジでまずい。ちょ、しばきたいわ、普通に。いる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 。はい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 。はいはい、やったやったやった。つんよ！やった！してんな、覚醒してんな、僕。ちょ、待て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 。あと1枚さ、後ろになんか後方支援してるくさいか。あー、あいつもしっかりパンパンやってんね。ちょ、マジで待て。ハイエナだけは絶対にやめてくれ。ちょ、頼むから。とりあえず PP 弾がうまい。やったか。ちょ、待ってくれ。ここでですね、マガジンリロードタイムを挟んでいきます。はい、ここね。こっからマガジンリロードさせていただいて、いきますか。終わったんかな？終わってる臭いか。これやっていい？ちょっと。ここちょっとしばきますね、これ。ここでスモークモ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 クタイムからの、しっかりとですね、スオミをぶんどっていくわけ。マジか。うわ、ザムザムダンスオミですって。最悪ですね、本当に。これは渋い。何も持ってないかと思ったら、なんか持ってたわ。あ、とりあえずこれしばいとこう。ちょ、怖い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 。いるか、もしかして。あれ待って。いないなんか。え、このさ、いるじゃん。これ普通にいるじゃん。おい、待て待て待て。あ、バイ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 。あっぶね。こっちじゃなくて普通にこっちだったわ。ここいるぞ、普通に。おい、待て待て待て。みんな、ここいるって。普通にいるって。しばかせろ。オッケー。はい、やってやったぜ。対戦ありがとうございました。こういうこと。はい、MP5 もらっちゃうよーん。うまい。ちょっとさえ渡ってましたね、プレイングが。ちょ、もうさ、H416 はね、もう忘れてください、皆さん。こんなんでやっちゃいけないわ。うん、普通にな。とりあえずなんか、ザムザム弾の MP5 までしばけてしまいましたよって感じ。まあ、しっかりとここ、ロールアッピングかまさせていただいて、行きましょうか。いい、完璧です。対戦、ありがとうございました。もうここでさ、僕3キルしたのか。いや、もうこれでね、もう僕はもう大満足ですので、帰りたいと思います。まあ、最初ね、H416 でね、しばけたおかげで、まあ、次に繋がってますから、まあ、これは GG 案件ですよね。なんかまだいるか、もしかして。めんどくっさ。一回これさ、10連マガジン捨てとこ。いらないわ、こんなものは。遅いな、ちょっと手術巻き巻きタイムから入ろう。これ、ASMR のお時間が相当遅くなってしまいますので、とりあえずね、ここで手術巻き巻きタイムからの、回復巻き巻きタイムからの鎮痛剤パクパクタイムまで、まあそのね、一連の流れでやっていこうと思います。はい。まあ、鎮痛警察の皆さん、とりあえずね、
一旦落ち着いてください。僕忘れてませんから、安心してください。はい、オッケー。まあ、とりあえずこれで、鎮痛剤パクパクタイムまで済ませたんで。よし、じゃあ行くか。ちょっと今回もね、エナジードリンクをガブ飲みタイム忘れてしまいましたので、エナジードリンク警察の皆さんにはね、少しまあ、ご迷惑をおかけするんですが、まあ、エナジードリンク警察のね、皆さんもいるかもしれないんで、まあ、気をつけましょう。とりあえずスカブは一発で縛いておこうか、ここ。ちょっと待って、頭一発で縛くね。オッケー。よし。どうしよっかな。まあ、小工場ちょっとあさりたさあるよな。ちょっと金庫をですね、まあ、しっかりね、あさってあげて、赤アイテム出さないとね、結構厳しいんですよ、マジで。はい。もうお金がですね、もうカツカツですので、ここら辺でね、まあ、極秘文書、または、まあ、ライオン像、またはティーポット、またはネックレス、まあ、その辺あたりをね、狙っていければなって感じなんですけど、あとあったっけ、なんちゃらモッドとかね、まあ、いろいろあるんですが、まあ、とりあえず赤アイテムね、確実に、まあ、ゲットしに行きましょうか。ちょ、まずい。ちょっと体力管理しないといけないので、これね、ナイフで移動していきたいと思いますが、ちょっと4番さんにね、金庫ね、先越される可能性があるんですよ。それ非常にめんどくさいんですが、あ、ちょっとまずい、体力切れてしまった。ちょっとエナジードリンクがないので、これはやむなし。ちょっとマジ、いっつぁやめてくれよ、本当に。ふざけるな。さあ、鍵部屋は開けないのか、君は。無料金庫か、了解。じゃあ僕、鍵開けますね。ここで金庫をね、縛っていきましょうか。さあ、なんか来い。マジで来い。赤アイテム来てくれと思ったら、まずい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 。お前は誰？本当に。ちょっと待ってくれよ。やめてくれよ。まあ、これぐらい至近距離だったらね、この H416 もね、輝いてくれるんですが、ここまでね、近づくことなんてないですからね、基本的には。小工場みたいにね、これだけ狭いとさ、この H416 も使えるのかもしんない。うん。ただ、まあ、基本的に警告では、まあ、使いどころがない武器ですので、まあ、皆さんね、お気をつけて、この H416 を使うときは、誰も使わないか、この変態カスタムは。この H416 ってさ、まあ、コンセプトがね、ないんですよ。だから、まあ、無理やりね、変な形にして、まあ、見た目きっしょって感じにしたんだと思うんですけど、まあ、だからね、みんなは使うことがないですよね、やっぱり。性能がさ、どこか一つでもね、尖ってたら、まあ、使う気にもなるんですが、これはですね、何も尖っていないので、まあ、みんなが使わない分、僕が使うしかないってわけさ。もう帰りましょうか、マジで。もう脱出地点から帰っちゃいますわ。ただ、あのスカブが撃ってきたらめんどくさいぞ。そいつに撃たれたら、ちょっと RV パークからさ、なんかやられそうなんで。で、今回、先行のハサウェイからね、帰らないといけないらしくて、それが相当だるい。さあ、ナイス。その味方のね、サプレッサーの M110 は、だいぶ熱い。ありがとうございます。あなたがね、撃ってくれるおかげで、少し消音性能が高めでね、気づかれない可能性もまあなきにしもあらず、ちょっと一回ここでさ、休むか。まあ、エナジードリンクがないときはね、こうやって地べたに伏せて、まあ、休むことをおすすめしますわ。こうすることでね、体力管理非常に早く、まあ、済みますので、やっぱり人間ね、寝そべっているとね、寝なくてもさ、まあ、体ってものはね、休まっていきますから、まあ、これ非常に重要ですよね。まあ、しっかり休んだ後に、もうさっさとね、走っていきましょう。休む暇なんてものはないんですよ、実は僕たちには。休んでね、体力がマックスになった瞬間に、また走り出すっていう。はい、まあ、これが地獄のマラソンコース。さあ、ということでですね、またね、ここで一休み一休みするんですが、まあ、こうやってね、地べたに伏せて走って、で、体力切れたらまた伏せて走っての繰り返し。もう永久期間ってわけですな。さあもうガンガン走っていきましょう。ちょっとこっち側でもね、銃声鳴っていましたので、まあ、ワンチャン RV パークかもしれないんですが、ただね、気をつけないといけないかもしれない。まあ、気をつけておく分にはね、プライスレスですから、はい、無料ですのでね、しっかりと、まあ、注意していきましょうか。さあ3番選手結構いいもん芝居たんだな。なんか、模神かそれは。ちょっとよくわかんねえや。それ誰だっけ？M24 じゃないよね、多分。あ、わかんねえ。どっちだっけ？モシンか。それ、モシンですよね。モシン様をしばいているってことなんで、まあ、やっぱりね、遠距離狙撃2機をしばけたっていうのは相当でかい。いやー、でもね、メンタルブレイクアウトってね、まあ、こんだけさ、なんか絶望的なね、カスタマイズの武器を使っても、ワンチャンあるし、まあ、弾がね、強ければ。しかもさ、まあ、1枚しばいた後にね、しばいた敵の物資をね、拾って、で、それを使ってね、しばけばいいっていうだけの話なので、まあ、そんなにさ、やっぱ高級装備がね、強いわけじゃないんですよね、マジで。そこですよね、やっぱり。なんかいるか？やばい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 。ちょ、やめて、本当に。撃たないで、マジで。ちょ、すいません。
3番さん、助けてください。撃たれているんですけど私。さあここでですね、ファイナル鎮痛剤パクパクタイムをかました後に、まあ、あとは走るだけっていう非常に簡単でした。いやまあ味方がいるとね、やっぱね心強いというかね、まあ僕3枚しばいて、この3番さんが多分残りの1枚しばいたと思うんですが、まあ、これですよね本当に。野良とさやるっていうのもね、やっぱね捨てたもんじゃないなっていう、これ普通に、まあ、しっかり協力してね、こうやって立ち回ることできたので、まあ、非常に良かったんじゃないかなと思います。はい、まあ、1人だったらね最後のね外役 SR2 機にしばかれていた可能性もあるので、これはねシェイシェイって感じで、いや野良マッチねほんとね楽しいんだよね。だからまあやめられない、止まらないっていうか、まあ、ハイエナとかもねもちろんあるんですが、ただねやっぱいい野良の方もいるんでね、このように、まあ、今回ね非常にね、楽しく、まあ、遊ぶことできたんじゃないかなと思います。もうこれで期間狩りされたら相当つまんない、ってことでね、まあ、なんとか帰れそうなんで、よかったですね。いやマジで危なかったわ本当。この装備使ってね全ロスしたらもうね終わるんで、はい、ということで、本日もね、無事に帰れそうです。皆さん対戦ありがとうございました。はい、ということでですね、本日の最終結果はこちら、118,000円。いや全然あり。はい、ということで、いやこのね、装備を失わなかっただけで僕はですね大満足です。はい、これで次に繋がりました。いやなんか変態カスタムやった方がねなんか僕勝率いいんですよ。なんで